近所のママ友と子供用の手提げや上履き入れを塗ってたら。貧乏くさい。そんなもん作ってる暇があったら私の肩を揉め。と人前でイチャモンつけてきて止めがドン引きされてる中、お宅の息子さんが酒とタバコを買う金はあっても、子供のカバンを買う金はないそうですからやってるんですよ。息子は酔っ払いで母は息子と自分に酔ってるなんて、似た者親子ですね。とこれまた人前で家庭事情を暴露しつつ罵り返したことを覚えているんだろうね。浮気して逆ギレしてきた旦那との離婚が決定し、子供が旦那に怯えてるのと私が働いてることもあって、私が親権を取り孫には会えなくなるかもという事態の中なんだけども、もうちょっとしたらこの家からも出ていくけど、私の嫁入り道具である今では留めの衣類入れとかしたタンスや、留めが愛用している兄弟も全部没収すると知った時の留めの顔は見物だったわ。ギリギリまで言わずに留めが対抗意識を燃やすように仕向けて、ウトの貯金でやたらと服を買っちゃった後のことだもんね。私は今時のシャレた格好をしただけで、あんたには負けないって勝手に対抗し始めたのは留めだから私は無関係で通せるし、家の中にあるものは私が買ったものばかりだから、ほとんど空っぽになっちゃうことはまだ気づいてないようだけど、その時が楽しみだ。グッジョブ。嫁入り道具を平然と使えるってすごい図太い神経してるよね。うちも食器棚とか冷蔵庫が嫁入り道具だった。同居解消するとき泣く泣く置いてきたけど、今でも使ってると思うと破壊したくなる。ドキュンといえばチデジカード抜いてくる程度しか思いつかなかった。今の冷蔵庫なら側脆弱だからでっかいバールのようなものの尖っている方で、フルスイングかませば穴が開いて中の機体が噴出してきて使えなくなるから、持ち出しできないときの最終手段として。コンセントハサミで切っただけじゃダメなの？霧吹きに砂糖水入れて家中吹きまくるとかは？苦労して育ててくれた両親が買ってくれたものだったので、どうしても持ち出したかったのにかなわなかったんです。今でも奴らが使ってると思うだけで腹綿が煮えくり返る思い。砂糖水とかやってくればよかったな。一致です。今月が終わるまでに家電から何から私が買ったものは留めが必要としていると分かっていても、全部引き取らせてもらう予定。留めと喧嘩した時に、離婚する時は私が買ったものは全部持ってきますからね。冷蔵庫も洗濯機も電子レンジもみんな、とどさくさに紛れて叫んだらビビるどころか。勝手にしろ。お前が触ったものなんか汚くて使えないわ。と乗っかってきてくれたので、バッチリ録音してましたけども、冷蔵庫はこの前勝手に買い替えたばっかりだし、洗濯機もちょっと前に買ったんだよね。実家の冷蔵庫がいい加減型が来てて、洗濯機もイオンを出すようになってたからちょうどよかったわ。残るのは旦那がお母ちゃんにって買ってあげたルンバくらいじゃない？掃除機は私が持ってくけどまあルンバがいるからなんとかなるでしょう。大掛かりな引っ越しになるから荷造り大変だけど頑張るよ。業者さんも呼ぶことにしてるからご近所に、嫁が出て行ったってことくらいは知らせられるだろうし、楽しみで寝られないなんてことになったら小学校以来だな。その後の後日談。一致です。結局離婚調停をすることになり、外面だけは良い夫を見て円満離婚を進めようとした調停員さんに、家電を購入する際私が金を出したという証拠、家電量販店の領収書、カード会社から届く支払い明細、生活費の一切を私が出していたという証拠を提出しました。ちなみに浮気の発覚は LINE。LINE はメッセージを受信したらパッと画面に名前とともにメッセージが浮かぶようになっているので、絵文字キラキラの女の子の名前で、昨日は楽しかったよとメッセージが届いたことから露見しました。その日に旦那から仕事で遅くなるから夕飯いらない、というメールを送ってきていたこともお話ししています。どういうことだと質問して白状した時の音声も録音してあります。さらに父親として子供のカバンを買うことすらしなくなったのは、周りのママ友から証言をいただいていたのでそれも提出。プラス浮気は男の解消よ。と浮気を容認しつつブチ切れる止めの発言と、そうだそうだとばかりに便乗する旦那の発言を録音したものも提出。これで旦那に夫婦として、父親として生活していく気がないことを証明し離婚が成立しました。で肝心の家具のことですが、
旦那からの慰謝料や財産分与は、私が買ったとわかるものだけでもいただけたらそれで結構ですと言ったら、金を払わなくても良いと思ったのか旦那がそれに全面同意しました。その後実際に慰謝料払うよりはずっと安くなるはずだけど、それとも何百万も払ってくれるの？中古家具で済むなら良いじゃないと言ったらますます同意してくれましたよ。その後冷蔵庫も持ってきますと言ったにもかかわらず、前日まで留めがしぶとく冷蔵庫に物を入れていたので、夜のうちに全部外に出しときました。冷凍庫に入っているものもすべて出しましたので、翌朝なんだか床が水浸しになってましたけど知りません。録画機能のついたテレビだったので録画しておいた番組も全消去。タンスからは留めの衣服類は全部庭仕事用の軍手つけて摘出。兄弟に並んだ留めの化粧品も除去。引っ越し業者が出て行った後の義実家はびっくりするほど空っぽになっていました。お前なんか顔も見たくない。と勝手に出かけていた留めがうっかり帰ってきて思わずへたり込むくらいにはすっからかんです。そして泣きながら、私に恨みでもあるの？とトンチンカンなことを言ってきたので驚いて、ないと思ってるんですか？と聞き返してしまいましたよ。私の服は衣装ケース2つほどに収まるのでどうということはなかったです。実家の両親も還暦間近とはいえまだ50代なので、幼稚園児の子供の送り迎えや世話くらい任せとけと言ってくれています。今のところ報告できるのはこれくらいです。長文失礼しました。おつおつ。いやいろんな意味ですっきりする話だわ。なんというラッキー。とめのボケ顔も見られたのね。嬉しい報告でした。ありがとう。あとはプリンちゃんから慰謝料がっつりもらうだけだね。その辺は当然いただきます。あくまでも、旦那からの慰謝料はそれで構わないとしか言ってませんし、旦那も私の言い回しに気づかずもろ手を挙げて同意しているので、どうせプリンにつぎ込んで大した金も残ってないでしょうし、空っぽになった家に新しく家具を入れるのですっからかんになるでしょうから。結婚した当初はアホ旦那も優しかったんですけどね。職場で怒られるたびにいい年こいて酒に逃げて子供が怯えるようになってしまっては、それを私に咎められて逆切れの後生活費を入れず、さらに浮気は男の役、と止めに言われるがままによそに女を作ってしまってはもはや愛情も。ちなみに台所は、妙に大きかった冷蔵庫も去年買ったオーブンレンジもなく、あるのはボロいガス台とこれまたボロボロの食卓のみです。食器棚は嫁いでくる前からありました。ただし私個人の食器類はすべて撤去してあります。今からは地デジ化に伴い買った大型液晶テレビが消え、私が嫁ぐ前からあったビデオデッキがポツンとあるのみ、石油ファンヒーターも私が買ったものなので引き取りました。さすがにエアコンは引っこ抜けなかったので、リモコンだけいただいてきました。まあウォシュレット付きのトイレくらいは置いていってあげようと思います。ここ数年で何かにつけて電化製品を買い替えまくっていた私に、あの二人は何の疑問も抱かなかったんでしょうか？貯金は減りましたが養育費はきっちりもらうつもりなので、アホ旦那のごとく無駄遣いしなければ普通の生活はできるでしょう。また何かしらの発展があれば報告させていただくかもしれません。その際はよろしくお願いします。なんときっちりきっぱりした女性でしょう。オツです。なんとまあすっきりさっぱりしたことか。グッジョブですよ。オツでした。マジグッジョブ。それにしても止め、恨みがないわけないだろうと。レスくださった皆さん本当にありがとうございます。最後に一つだけ。これをご覧になった方の中には、私を旦那を支えなかった必須嫁などと思われる方もいらっしゃると思います。私も完璧な人間ではありませんので、ある日帰ってくるなり酒の缶を開けて飲み始め、父親が帰ってきたのに気づいた子供が眠い目をこすりながらやってきて、今日あったことを話そうとすると、うるさい。と怒鳴りつける父親や、そのせいで子供が怯えているのに、なんであいつは俺に幼稚園のことを話さないんだ。とやつ当たりしてくる夫に優しく接することができるほどの器はありませんでした。シラフの時に何度説明してもそんなはずはないと聞いてはもらえませんでしたし、なんでそんな男と結婚したんだ、というご指摘もあるでしょうが、それに関しては私の目が曇っていたとしか言いようがありません。深
快な思いをされた方がいらっしゃいましたらすみませんでした。一応弁解だけさせていただきます。皆様ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。